おはようございます。チレと申します。今回やっていきますゲームはこちら。双子魔同士の異世界冒険譚、異世界訪問と盗まれた食べ物。言えた噛まずに言えた。よかったよかった。こちらはですね、もう前作もうね、春巻さんの、作品で3作目となります。リュベル、エクイレルとともにもう一人ね、新たな仲間が加わった。楽しいゲームとなっておりますが、もう一つね、変わった点があります。スクール MZ になりましたスクール MZ になりましたね。 VX エースでも相当な完成度だったと思うんだけど、さらに MZ になって帰ってきました。もう違いますもん。もうメニュー画面から違いますもん。いやー、期待してね、楽しみにね、プレイしていきたいと思います。なんてじゃあ始めましょう。オープニングを見る見ないって人いんのこれ。見るよ。見せてよ。あ、全然違うね。銀融詩人セレナードかなあ、銀融詩人セレナードさん。私たちが住む世界以外にも、世界というものは、存在する。その世界ではどのようなものが存在し、どのようなものが生を受け暮らしているのか。そしてもしその世界へ自由に行き来できた人としたら、あなたは何をするのか。今から語るのは、とある世界に住む双子の見習い魔導士リュミエルとエクリエルが、とある異世界を冒険する物語です。申し遅れましたが、私は銀融神のセレナルドと申します。どうか最後までお付き合いくださいませ。全然違う魔女の家だいぶリフォームしたねここは魔女の森にある魔女の家。いや、だいぶリフォームしたな双子の幼い魔導士が師匠と共に暮らしている家です。おー、変わったね変わったね、グラボー。だいぶ変わったね。朝ごはんできましたよ。おー、待ってました。あれ、あなたあなた、その顔、グラマーちょっとそこごめんなさい。ちょっと反応しちゃいました。この顔グラ、知ってるんです。イザベルのこの顔グラ、ちょっと知ってるんです。すいません。イザベルのこの顔ぐらに反応してしまって、申し遅れましたが、私、この顔ぐらでフリーゲームを作ったことがあります。チリアと申します。どうか最後までお付き合いくださいませ。待ってました。朝にエクちゃんの作ったご飯を食べないと一日が始まった気がしないからね。じゃあエクリエルが作らなければ師匠の一日は永遠に始まらないってことだね。今度試してみようかな。やめて、リュウくん、私の楽しみ奪わないで。もうリミエルったら。彼が双子の兄、リミエル。師匠に手厳しい、ちょっとお年頃の男の子です。その妹のエクリエル。師匠にも優しい普通な女の子です。普通な女の子じゃねえ、素直な女の子だ。普通な女の子ってなんだ。そして師匠のイザベル。なんかすごい真面目らしいです。はい。ついにその家庭まですっ飛ばしたの？じゃあ私の紹介雑！どうやら彼らはこれから朝食のようです。今日もこうして3人の一日が始まり。何の音？誰か隕石で落としたのかしら？いや、師匠の魔法じゃないんだから。とりあえず見に行ってみるよ。私も行くよ。おー、トゥルルン。おー。まずは、アイコンが表示されている出口まで実際に移動してみましょう。あ、こんな感じなんだ。MZ ってなんかさ、キャラチー、あ、ちょっと待って。なんていうかな。1ドットって感じじゃないんだね、移動は。半ドット移動できる。斜め移動もできる。斜め移動ができる。MZ ってすげえな。俺そこまで見たことねえんだよな。一体何が落ちてきたのかしら。あ、こうやってできるんだ。吹き出し。ははははその顔やめてくれ。心なしかなんか嫌な予感もするんだよね。じゃあ行きますか。倒れてる。人だ。ねえ、君大丈夫？お腹すいた。あー、生き返ったー。ごちそうさま、助かったよ。気にしないで。たまたまちょっと多めに作ってたから。それにしてもびっくりしたよ。あんな大きな音が敵死んでたかと。びっくりさせちゃってごめんね。空腹の放り出されたもんだからうまく着地できなくて。で、君は一体何者なの？おいら、リオン。クリエイトっていう世界を治める女神メイカ様の補佐竜さ、竜？もしかしてさっきの将棋で頭打ったりした？あ、信じてないな。本当なんだよ。って言われても、そんな小説の設定みたいなことを信じるという方が難しいよ。まあ一般ピープルの反応としては100点満点ね、竜くん。だけどそのクリエイトって実在する世界なのよ。女神の補佐竜っていうのはおそらく本当ね。なんでそんなことがわかるんですか？わかりやすい特徴で言えば、その子、竜の翼があるじゃない。竜の部位を持つのはドラゴンニュートの特徴だからね。それと、行ったことあんのよ、その世界に。私がようやく一人前と言われた頃にね。たまたまこっちへそのメイカって女神を助けてあげたら、なんか困ったことがあるつどに私は頼りになってね、そのつどに連れて行かれたのよ。なるほど。でも異世界の女神さんをね、助けちゃうんで、やっぱり師匠はすごい魔女なんですね。じゃあもしかして君がここに来たのは、そういうことだ。メイカ様からイザベルさんをここに連れてこいってさ。ここに連れてきてどうする？ここにいるやん。間違えた。悪いけど断るわ。何も聞かないうちに断っちゃうんですか？あのダメ神が見つける理由って魔物を倒してとか、盗賊団を締めてこいとか、雪を降らせるとか、そんな程度ばっかなのよ。てか、そんなことにわざわざよその世界の人間を使うなって話よ。そこをなんとか、断る！さっさと帰りなさい！ねえ、クリエル。うん、リュミエル。あのさ、僕たちが代わりに行こうか？リュウ君本気？師匠前に言ってたよね。魔導士は困ってる人を助けるのが仕事だって。だから、私たちがその代わりにその世界に行って、女神さんを助けてきます。いやいや、あのダメ神は結構めんどくさいやつよ。そんなやつを助けるのに時間使わなくたっていいって。今更めんどくさいとかどうってことないよ。身近に似たような人がいるからね。うざっああ、もう勝手にしなさいかわいい。言っとくけど手伝いなんか行かないからね。というわけだよ。よろしく、リオン。よろしく、僕はリュメール。私はエクリエル。双子の、弟子の双子魔同士だよ。よろしくね、リュメール、エクリエル。それじゃあ外で待ってるから準備が整ったら来てよ。リメル、準備できた？うん、ちゃんと武器を持ったし大丈夫だよ。じゃあ行こう。そしたらリオンくんが待ってるよ。メニュー画面が開けるようになりました。ありがとうございます。まあ、ゲームパッドなんですけどね。へー。ということは、オカリニュース15ゴールド。あ、こういう風になってなるんだ。あ、ちょっと寝れる。寝れる。キラキラ光ってるとこは調べられる場所であることを表している。はい。おー、道を出くわすと黄、青、赤の矢印に出くわすことがあるだろう。実はこの矢印、ちゃんとした意味があるのだ。黄色の矢印はマップの移動、青の矢印はその先でイベントが発生、そして赤い矢印はその先で戦闘が発生することをそれぞれ示している。矢印の意味を理解すると冒険がよりよく楽しめるぞ。これは何？こんなぬいぐるみ持ってたっけ？この前ジョーカーチに行った時に買ってきたんだ。かわいいでしょ。かわいいというよりふてぶてしいかな。あれいないのかな、てるてるゴースト。てるてるゴースト、飾り付けたんじゃないのかなと思ってさ、ちょっと気になるんだけど、てるてるゴーストは、あ、妹のぬくもりが残っている。とっとと行け。あ、で、ここが、え、あら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 、だいぶね、変わったね。お話の記録。わお、19個もできる。なんか、あれだね。貧弱になった？ちょっとなんか、貧弱になった？あ、ちゃんとできる。L で切り替えれる。あのさ、HP20 しかないじゃん。あれ、今までなんかもうちょっとあったよね。エクリエルの双子の兄。魔女に指示する見習い魔導士で炎と補助の魔法が得意。年子のせいで素直じゃないが、エクリエルに対して甘いを通してシスコン気味。シスコン気味？リュミエルの双子の妹。魔女に指示する見慣れ魔導士で氷と回復の魔法が得意。しっかり者で料理が大好き。リュミエルほどでないが若干ブラコン気味。おい、へへ、おい、二人とも。へえ。あれ、緑の帽子ないの？リストバンド。あれ？ちょっと待って。ちょっと待って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 。あれだ。武器の解説にさ、リュミエルがいる。これすごいな。俗に言うヒノキの棒。ヒノキの棒。サイプレスロット。それがヒノキの棒って言うんだ。リストバンド。あれ、緑の帽子がない。いよいよ緑の帽子がなくなった。リュミエルから。なんでだ。最強。すべて外す。緑の帽子がなくなるなんて。ああ。まあまあ、これはね。リストバンド。ああ。装飾品を2つつけれると。相変わらず。前回はね、なんか知らないけど、エクイレがリュミエルでムキムキになったけど、今回はどうなるんだろうね。よし、それじゃあ行くよ。二人とも、オイナの手をしっかり握っててね。いやいや、なんで二人ともなんで翼の方を握ってるの？いやー、本当に作り物じゃないのかなと気になって、本物だってば。ちゃんとオイラの手握ってないと次元の狭間に振り落としちゃうよ。ごめん。それじゃあ改めて行くよ。そういう飛び方するんだ。あ、イザベル。大丈夫かしらみたいな感じなんかな。おー！着いたよ。ここはクリエイターの中心、シントだよ。なんというか、異世界っていうからいろいろ変わったものがあるのかなと思ったけど、私たちの世界とあまり変わらないね。逆にちょっと安心したかも。それでリオン、その女神様というあれはどこに行けば会えるの？この道をまっすぐ行ったところにある神殿にいるよ。早速会いに行こっか。リオンが仲間に加わった。はい。3人になったね。今回は3人の冒険になるもんね。ん？カース、マッチマップの操作、カース移動、話しゃべる。ああ！キャラを動かすんじゃないの？あ、すごい！キャラを動かすんじゃなくて、この、カーソルを動かして、話すんだ。新しい。新しいヒールクリスタルはもういつもの通りだよね。全回復。私の横にあるのはヒールクリスタル。触れれば、HP、MP、気絶状態は全回復できるよ。完全に疲れは取れないから気休めてるだけど、あるとないとだったら冒険したさは全然違うね。やだや、潰れんぞ。街を警備してるのは我々自警団なんだ。本当は騎士団にやってもらいたいけど、なぜか女神様しか守らないらしい。街の安全なんかどうでもいいのかね。女神様の神殿ならこの道をまっすぐ行った先だよって。で、女神の神殿ってこれで、行けるわけだ。MZ すげえな。メイカ様、リオン、ただいま戻りました。おかえり、リオッチー。イザベル連れてきてくれた？速攻で断られて追いかせました。おお、よく断られてきてるね。さすが私の補佐竜。断られた？ちょっとどうすんのよ。イザベル来なきゃ事件解決できないじゃない。あ、代わりに弟子の、イザベルさんの弟子が行くっていうんで連れてきました。はじめまして、弟子のリュミエルです。同じく弟子のエクリエルです。へえ、あのイザベルに弟子がいたなんてね。ま、この際、イザベルの関係者なら誰でもいいか。女神っていうからそれなりに威厳があるかと思ってたけど、あの師匠が言ってた通りだな。この人は。ダメ神だ。リミエルとエクエリエルだっけ？私はメイカ、このクリエイトを治める女神よ。早速だけどこの世界に起きている事件を解決してほしいの。一体何が起きてるんですか？それはもう恐ろしい事件よ。この信徒の職業は根こそぎ奪われちゃったの。それだけ？いや、それだけって何よ。どう考えても死活問題でしょうに。世界規模というか、それってこの信徒だけで起こってることですよね。それならキシケさんやリオに任せた方が。アホかー！んなことしたら外界や敵が来た時に私を守る奴がいないでしょ？リオンくん、今の話って、基本的に騎士団はメイカさんを守るために信徒を離れることはできないらしいよ。ちなみに破ったら消されるとかなんとか。そういうわけだから、その犯人がミスティの森にある屋敷にいるっぽいから取り戻してきてちょうだい。場所まで分かってんならなおさら。だから私が危ないっての！リミエル、気持ちはわかるけど、引き受けなきゃ話は進まないと思うよ。わかったよ。行きますよ。ぴょい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 言うともんな。助かるわー。表情変化もするんだね。リオッチ、あんたも一緒に行きなさい。二人はこの世界初めてだし、道案内は必要でしょ？了解です。オイルたちの大事な職業を盗んだ奴らにはきっちり制裁を与えてきます。それじゃあよろしく頼むわよ。というわけで、よろしくね、二人とも。リオンは同行 OK なんだな。アジの近くにいる必要はありそうだけど。オイラは世界を超えられる分、ある程度自由行動が認められてるんだよね。守るなら騎士団がいるし、それでいいのか。というか、思った以上にダメ神だったよ。これはどこかで指導する必要がありそうだな。何する気？そういえば、そのミスティの森でどう行くの？信徒の西口から出て街道を進んだ先はその森だよ。そこまで遠くないけど街の人はちょっと物騒だからね。このお金準備してから行こう。お金入手500ゴールド。ありがとう。武器、防具や道具やウエスト街道へと。いろいろ増えたね、また。こういうのが追加されるのすごいね。これ何？スクリプトなの？それとも何？制作工房春巻様、直々のそういうもんなのかな。すごいな。武器防御は、おー、え、あ、そういう風になんのあ、そういう風に出てくんのね。メタルロッド。金属で作られてるからちょっと重いんだよね。リオン青銅の槍って書いてある。槍といえばこれ使ってる人も多いんじゃないかな。青銅の槍。銅ってなんか初心者向けってイメージがあるんだよね。ああ。なるほどね。鉄の杖。いくら鉄とは、杖といっても鉄製なら痛いよねって。こういうさ、コメントがつくの面白いね。武器に対して。MZ だからやっぱできることも増えたのかな単純に。ああリオンいるじゃん。女神の補佐竜。戦士タイプだね。こうしてみると、2人に比べたら明らかに。魔法力1。ああ。魔法力1だったわ、そもそも。女神メイカの補佐竜を務めるドラゴニュート。風と、の力と槍で戦う。明るく前向きな性格で食いしん坊。見た目は少年だが人間より長い時を生きている。なるほどね。なるほどね。じゃあちょっと装備だけしてから行くか。うわー、いるねー。悪そう。こっから先はモンスターが出てくるんだ。二人は戦える？もちろんだよ。見習いだければ私たちは魔導士だからね。ちょうどいい練習台が来たね。少し僕たちの力を見せてあげるよ。僕は炎属性が得意なんだ。ちょうどあのネズミたちの弱点をつけるね。私は氷と回復の魔法が得意だよ。気づいたら回復してあげるね。リュウン君はどう戦うの？オイラは風の力と槍で戦うよ。ちょっと体力の自信があるんだ。それじゃあ前線での戦いを任せるよ。僕たちは後ろから魔法で支援するから。了解！どうなんだろう、ダメージ変わるよね、明らかに。じゃあ、やってみるか。あ、ちょっと待って。誰が何してるか分からへん。ちょっと待って。慣れんのにこれ時間かかんな。これ、誰が何してるか分からへんわ、これはじゃあ。2名たちの勝利。いや、そうなんだけどさ、ちょっと待って。誰が何しとるか分からへん、これ。やるじゃん、二人とも。そっちもね。私たち、いいトリオになりそうだね。よーし、この調子でどんどん行こう。あ、ウエスト街道。これは普通に自分でやらなくちゃ、歩くんだ。歩いていかなくちゃいけないんだね。で、敵はシンボル円か、と思ったら宝箱こういう道端やダンジョンってなぜか宝箱あるんだよね。一体誰が置いてるんだろう。あ、宝箱の中にも持ってっていいよ。僕には必要ないものだったし。あ、じゃあ、遠慮なく。ああいう薬。ワーニングって書いてあんな。いや、戦うけど。おーいなー。お、団体さんのお出ましだね。こういう時はあれだね。うん、あれだな。連携技。お、なんかすごそう。じゃあ、ちょっと教えて。一応、お願いします。ジミー先生、クリエル先生。連携技は、僕たち2人のスキルを組み合わせて発動するスキルだよ。ああ、こうやって出してくれるのありがたいな。大まかな行動を決めるところ、連携というのを言えばいいだけさ。参加すると全員が消費するの。これが不足すれば連携技は使えないよ。あと、連携技に参加する人がスキルを封印されてたり、動けなくなってたりしてても使うことができないから注意だよ。はいはい。TP でどう貯めるんですか？ TP は僕たちが攻撃したり防御したり、あるいは敵からダメージを受けることで溜まっていくんだ。溜まった TP は一番下のゲージで確認できるよ。もう大丈夫。まあ、説明するの実際にやってみようか。連携ブラックスレアを使って倒そう。とりあえず、リオ君はそこに見ててね。じゃあ、ブラックスレア TP20。ブラックスレアおー、アニメーションがかっこいいぜ。でもさ、なんか、戦闘がめっちゃ早いんだわ。戦闘展開が早いんだわ。何が起こってるかわかんねえ。すっごいなー。ねえねえ、その連携技ってやつ、オイラも仲間に入れてくれない？いいキャラ合わせられる？さっきの見て大体のタイミングがつかんだから大丈夫だよ。すごい観察眼だね。でも頼りにさせてもらおうかな。へえ、任せてよ。連携技、熱風、ホワイトアウト、ミックスデルタを使用できるようになった。おー。あ、来た！ダンジョンのついてる黒いシンボルに触れると戦闘を中止します。シンボルエンカウントだね。全部、全部避けて進むのありですが、戦闘に勝利しないことはレベルもアップもできず、お金もたまりのせいでなるべく戦っていくことをお勧めします。なお、全員の HP がゼロになって気絶してしまうと全滅し、ゲームオーバーになってしまいます。残り 1ミリは気をつけましょう。シンボルエンカウントは変わらずか。ラッチュー、ポンポン。レベルアップさ、そうや、さっきしたよね。さっき一応レベルアップはしたけど、なんか、ポポ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 ンって感じのさ、あれはないんだよね。なんか、レベルアップした時のさ、表記。早いんだよ。技になってる。あ、魔法で技なんだ。君は。なるほどね。なんというんだろう。なんだろう。MZ なんだろうなーっていう感じがすごい。MZ なんだー。これが、すごいなーって思う。反面、展開が早すぎてついていけねえ。でもダメージがね、だいぶ控えめになったね。今までの作品と変わって。よし。気づいたんだけどさ、A 長押しでさ、ずっと攻撃になる。オート戦闘みたいになる、こうやって。めっちゃ早い。めっちゃ早くね、戦闘が進む。攻撃だけでいいときはさ、ずーっと A を押しときゃなんとかなる。楽だわ。さあ、ミスティ村に来ました。なんだかんだで。あれ？村に着いたよ。ミスティ村だよ。森の入り口がこの村の奥にあるんだ。もしかしたら森にある屋敷について知ってる人がいるかもしれないね。行く前に聞き込みしてみよう。そうだな。情報が多いに越したことないし。あ？誰だ？あれすみません。道を譲っていただけますでしょうか。あ、ごめんなさい。セリナルドさん。失礼ですが、ひょっとしてお二人は違う世界の方では？え、そうですけど、どうしてわかったんですか？私は生まれつき、その方が、この世界のものか別世界のものか判断できる力がありまして。どうしてこちらの世界に？それは、なるほど。この世界の女神に困ったものですね。何かあるつのに世界のものに頼るとは。これをあなたたちに。これは一言で言えば女神にお仕置きするためのものです。手を焼いて困っているようでしたら持っておくといいでしょう。あなたは一体？私はセレナルド。ただの吟遊詩人です。では、またどっかで。なんか不思議な人だったね。妙なオーブまでもらっちゃったけど。女神にお仕置きできるオーブねえ。どうにもうさんくさいな。でも光ってて綺麗だよ。インテリアとしてもいけるんじゃないかな。前向きだな、エクエリエルは。ねえ、オーブも気になるけど、早く聞き込みして森に行こうよ。ま、そうだね。あ、で、この聞き込みも、こういう風になるんだ。ヒールクリスタルがここにあって、話す人はここは見捨てみられると。ああ、こういう風に話せるんだ。あ今のあなたたちにどんなに努力してもレベル10限界でしょ。ちょっと急にめたいこと言うなよ、お前。